隠し技使ってきましたからね。ね。メサメさん。隠し技。あの人やるよ。らしいね。うん、っていうか、すごいテクいんですよね、この人。そう。てか、めちゃめちゃビビった。あのね、メサメさん、今回、3勝1敗あったのかな。もう厳選得意なこともあってね、戦いたいなと思ったんです。これはいけるだろう、はい。ただね、この試合の内容を見てると、うん、こんなこと確かにできるって聞いてたけど、うん、これを実践してる人って初めて見たなっていう動きが結構あって、結構ね、構えキャンセルとか、実践で取り入れてきて、一体何者なんだ、どこの人なの、体勢で何回か俺何回か体勢にいるっていうことは聞いたんだけど、でも俺体勢勢かなと思ってたんだけど、最近全然見ないから、地元は東京じゃないのかな、もうちょっとね、ポイント高いと、うん、そのランキングみたいに出てくる、うん、でも2万7000で出てこないってことは都内である可能性は結構高いんじゃないかなって、うん、毎回出てもらって、まずそこの人が目立った点としてそうそう出ないかなって上か、上出すゲームっていうの珍しい、珍しい、結構珍しい、結構調整で変わって難しいよね、ゲームは。ゲージの使い方がね、スパコンに回せばいいってもんじゃないから、そうだね、だからいろんなところでゲージを使っていかないと、なんか逆に面白くなったのかなって部分もある、ね、うん、システム性のいいんですよ、まず支配性、あ、シャッシャッシャッ、おぉ、今重なってもめくりにしかなかなと思いますが、どういうか、受け身取っても取らなくても両方攻めるみたいなのあるの、受け身取っても取らなくても、あ、これが、これです、これ、おこれです、これが、まずフレーム表を見ると、マイナス10ってなってるんですけども、そしたらリバされ出すとプラス5に変わるという技の性能が変わるという、これね、すごい技だよね、実況で時戸がなんか、いや、マイナス10だよとかって言って、いや、ももちむずすぎでしょみたいな、ボンちゃんと2人で煽り出してるな、試合中にさ、俺はマイナス10ですよって言っただけで調べいやいやいや、てか明らかに違うよね、いや明らかにゲンが先に動いてて、本当にマイナス10かなと俺やりながら思って、で後で終わったのにベサメさんに、あれプラス5ですなんでもリバーサルで出すかジャンプキャンセルで出すと、うん、プラス5になる。過去なくないでもそんな技あった、今回からなのかな、いや昔からなんじゃないかな、多分そこは変わりなさそうですね、でさらに空中版も、空中版だとロックしないらしいんだけど、普通はこのやり方でやるとロックロックして、空中の相手に当てるとあのシャシャシャが勝つ当たりなんだけど、そのプラス5のここで出すと空中の相手をロックする。へぇー、これ、あとこれ今やるなテクニック、え、これゲーセンじゃない、激ムズじゃない、いや、むずそうなんですよ、これね、家庭用ならあの3つボタンを使えば少しね、やりやすいんですけど、ゲーセンでやるのは相当難しいです。すごいね、しかもね、この人、これ2試合目やったのかな、2試合目、4勝対決、結構やってたよ、やってた、あの、前の試合もやってた、あ、そうなんだ、3勝の試合でも安定させてる、安定させてる、ワンちゃん両手でやってる。あ、アリエル。サコさん両手。サコさんは、はい、チュンリーの大パン100列両手だから。あ、まあ大パン100列は俺も両手だけど。まあ、でもすごいね。これ俺ね、セービングキャンセル投げは、うん、俺無理だと思った。ちなみに1回2回じゃないからね、この人。でしょ。安定させよう。ここもやっちゃえばさ。ね。結構攻めづらい、ね、そうだね、桃地的にはもうちょっと、いや相当攻めづらい、あれまたやってくるかもしんねみたいな感じで投げ抜け、いやむしろそのセービングを見て、うん、結構もう台足をしてんだよね、そのセミバグステに対して台足でやろうとしてるとこに、おい投げかよみたいなすごいね、おー攻めタイプ、そうこれ無敵なくなったんだね、判定で落とすかに、うん、なくなったんだけど、ゲームねかなり難しい、難しくなっちゃっても、シェーンもね、言ってましたよ。やったりだったけど、頑張るしかねえなって。偉いね。そうなんだよね、これかなり弱体化食らっちゃってたんだよね、言ってしまったら。かなり弱体化。かなりの。
強化点はあれか、邪線ぐらいか。邪線、邪線とあとまあ強化と言っていいか分かんないけど、EX 劇場がイケメンクの感じだった。まあ変わりという、その代わりと言ってはなんだけど、大劇場がイケメン可能になっちゃったけど、ね、大劇場使う場所なくなっちゃったね。ないね。うん、短いしなあれ、うん。そうそうそう。であと大パン、うん、近距離大パンの、近距離大パンというか大パンの根元の部分に飛距離値かダメージかどっちか確か落ちたはずだな。二段技だから、昔は100と150だったんだけど、なんかそれが150-50が100-100になったのかじゃない、うん、150かもしれない、50が、まあ、とりあえずなんか火力が落ちたっていう、うん、だって大パンってどうせ下げていくような技でしょ。そうだね、勝つのが重要だ。その大パンでやるってことはなかなかないと思うけど、ちょっと動きづらいね。もうちょいポイント持ってもおかしくないぐらい上手いね。もしかしたらやってないのかもしれない、ね、やってないかも。俺が見た時からこのポイントだったから、うん、結構早い段階でね、もうベスト10とかに入ってたから、うん、もしかすると仕事の関係とかでやれてないかもしれない。これはね、鬼に対戦した記憶がありますよ、うん、まだ鬼を使ってたあの頃、まだチュンリーではなかった。チュンリーはもう終わった時期。終わった時期結構後じゃねえそれ。あの前回のウルトラバージョン後期です。あ、怖っ。中間しこやっ、中間中間つぶさ。今ブラップというよりは、まあ、歩いてきたところに。ああ、そうだね。時間が、時間が円に対して技を置けないし前歩けないから、ああいう時ステップ投げかなり怖いよね。おお、いった。これはラッキーでした。あそこで垂直暴発ですかね、多分後ろジャンプの。あ、うん、あそこ垂直、うん、いやでも守ってばっかでは、うん、時間的にきついから、もしかしたら一回触りに行ったのかもしれない、うん、一応通りそうな場所じゃん。そうだね、